どうもこんにちは、ダジャレです。おいし、レオシレオシレオシじゃん、おはようございます。うっせってことでね、今日はね、このゲーム星のリベリオンっていうゲームでね、一緒に遊びたいと思います。あ、これやるの？うん、マジで俺もやってたよ。やってる？結構面白いんだよ。本当？俺今からやるんだけど。いや、これはね、うん、ハマる人はハマるよ。で、なんかさ、聞いたところによるとこのゲームさ、リセバラがさ、そういらない。あのね、好きなキャラが出る、うん、とにかくキャラがね、個性がすごいあるんですよ、うんうん、強いんですよ。まあ、いろんなイラストが、うんうん、で、その好きな、まあ、イラストだったり強さだったりを引くまで引くことができる。ほうほう、何回もやり直せんだ。そうだから、一番レアランク星5、星5だね。星5が出るまで引き直せる感じ。5が出るまででもいいし、好きなイラストを出せるまででもいいし。あー、なるほど。すごいね、良心的。今から俺やろうかなと思うんだけど。あ、やってみようよ。なんか一緒にやんない？やる？いいよ、俺強いよ、そこらへん。じゃあなんかさ、うん、星5を、まあ、どっち交互に引き合って最初に星5が出た方の勝ちにしない？何勝ち負けって。で、負けたらどういうこと？なんかちょっと買ってきたんだけどさ、これヘリウムガス買ってきたから、俺何してんの？これ吸ってタイトルコールって形でやっていきましょうか。いや、急すぎでしょ。え、マジで？これあれでしょ、声めっちゃ高くなるやつでしょ、うん、吸ったことないんだよね。これタイトルコールすんの、うん、これでタイトルコールしましょう。それじゃあガチャ画面に行こう。はい、さあ来ましたよ。おう、このガチャの画面へ。おうおうおお、来ました。これで何度もやり直せんじゃんね、レオくん。そうですね、お好きなキャラをで入れるまで、ね、どうしよう、気の済むまで引いてください。どっちから引く？え、ちなみに星5が、うん、まあお互い出たらもう一回やる。もう一回引き分け、それは引き分け。最初に俺引くじゃん。だって負けたらヘリウムでしょ、うん、とりあえずダイナラが引いて星5出ました、うん、次俺が引いて星5出たら、いや俺が引いたらいや、ダメ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 。それは違う、それは違う。じゃあそれでルールでいこうか、うん、引き分け、まあそれは平行、うん、公園に行きましょうよ。うわー、星5ってなんかいいの出たらね、なんかいいキャラだったら教えてね。はい、わかりました。じゃあとりあえず引いてみてください。 OK です。リョウ君この星リブ結構やってるもんね、確か。そうです、ね、だからね、ちょっと今日助けてもらいに来たんですよ、リョウ君に。引いた時に魔法陣が出るんだけど、ほうほうほう、その色でわかるの？わかりますよ。へぇ、さあどうだ。あが星5や。え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、え、マジ？おわーし、お星5出た、一発。え、マジか。やった。あ、これはなんだろう、なんか最終4回ぐらい出んの？そうだね。で、星5は最初のまあ、一人だけ。はいはいはい、なるほどなるほど。え、すごいじゃん。マジ？え、うん、いい、結構。いや、結構いいよ。じゃあ次、レオくん。でもこれ、やり直しにしなきゃいけないんでしょ、これを。はい。フォルトナだって、俺の名前知ってるよ。へぇー。かわいいキャラ出てきたな。え、これで家にしたらもう一回弾けるって感じ？そう。じゃあ、レオくん、じゃあ弾いてみようか。星5、ちょっと捨ててしまうのは残念ですけど。くそ。すごいね、これ家押したらまた弾き直すぐ。ねえ。すごい。じゃあ次、僕言いますか。ほい。虹色出ればいいんだろ。虹色。いや、よく目つぶっといた。引いて目つぶっといた。押せてねえよ。まだ目開けててよ。さあ、どうなる？これは？果たして、あ、これはすごい。結果は？大事な人を守るためなら全力で戦うわ。ということで。いや、待って待って、まだわからん。何何？まだわからん。星3たす1たす、うん、ご一緒に。一足す。ラウモコちゃん。いかがですか？え、これいいよくね？あ、二。ほら、もうすごい。でれー。これ星九だけどじゃあ。マジか。まあこれが最初なんですよ。最初これができるのがすごい魅力的というか楽しい。ということで、じゃあレオくんにはタイトルコールしていただきましょう。これやんの？お願いします。ちょっと待って、俺ちょっとその間ひガチャ引いとくわ。何引いとんねん。いや、だってねえ、君が3出したからさ、俺5出したのに。お前また出たらちょっと怒るよ。空気をちょっと入って鼻つまんでパンで、私は鼻。お前何してくれとんねん。おい、また出た。待ってよ、いくよ。じゃあどうなんだろう。まあ僕のまずこの声、うん、これ普通の声ですよ。吐くんとます。はい、星のリベリオン。なんだこれ。え、誰
お前。星のリベリオ。やべえ、戻ったから。おい。あ、戻ってきた。やべえ。なんだこれ。もう死ね。はい、じゃあね、今かなり進めたのでね、今からどんなゲームか見てみましょうか。はい。え？あれ？どうしたの？どうしよう。直せなくなっちゃった。声が。それじゃあね、ちょっと今からステージ、はい、この辺りでいいかな。じゃあここのステージやってみようかなと思います。あ、ステージ入るんですね。はい、じゃあ入ってみましょう。はい、かなりね、あの後も俺ガチャ引いたりとかしてね、はい、強いキャラ出てきて。はい。うん。いいでしょうか。星のリベリオ、あ、治ってきた。治ってねえから。治ってない。治ってる。治った。危ねえ、やっと治った。よし。お、早速。はい。でこのゲームね、下画面に出てるアイコンをね、タップしてまず召喚しまーす。で、召喚には SP っていうね、キャラのアイコンの右に書いてるやつが必要で、うん、テストの SP は敵を倒すたびに。そうですね、回復していくんだよね。もう俺かなり最初の方やったから。あ、やばい、前線が、やばい、回復これタップするとアニマのレベルが上がって回復するんだけど、あと他にも回復方法が、キャラクターを動かしてさ、自分の陣地まで帰らせると回復するんだよね。そうです。おやばくない、これ結構え、強いな。よし、休ませつつ、はい、で進んでいくって感じですね。基本的にはね、オートでプレイしてもいいんだけど、まあ、オートじゃなくてマニュアルででもキャラクター動かして戦わせたりとかね、いろいろできます。あ、やばいですね。やばいね、結構押されてますね。おやべえな。ここもうスキルをだ、スキルいきますか。使っちゃうね。これは大きいぞ。いきます。この前の方向の敵に対して、これ演出すげえ好きなんだけど、わかんない。そう、個別でさ、うん、違うのよね。そうこれすごくない。いろんなキャラのスキル見ると全部違うのよ。だいぶ派手なんだよね。しかもなんかぬるぬる動くしさ。とりあえずどんどんやっていきますね。まあ、各キャラクター前に進めていきつつ、ちなみに一人がスキル使った後に10秒以内にスキル使うとまたコンボで、あ、そう、チェーンがあるんだよね。スキルも強い。今ちょっとチェーン切れちゃったけど、他のキャラクター使いましょうか。すごいよね。よし、ほら強いね。よし、さあかなりもう敵あと19体しかいないからね、このままゆっくりと倒しちゃおうか。やべ。大丈夫そうだね。なんかだいぶ手慣れてるんじゃないですか。かなりやっちゃったからね。りょうくんがずっとなんかね、どっか行っちゃってる間に。どっか行っちゃってたわ。ずっとやってたからさ、俺。そんなことあります。よし、さあ、残りも11体ぐらいだね。はい、このまま進めちゃおう。まあ一気に来なければ1体1体だったらね。そう、なかなかいいんですけど、1体1体だったら結構楽ちに倒せるから、慎重に行きましょう。一気に来た時にスキルをぶっ放したい。普通にりょうくん、これブーストってあるじゃん、右下にあるやつ。はい、これでコスト払うと敵倒した時の SP が割合増えたりするんだけど、これってガンガン使ってるよ、くん。俺は使ってるよ。あ、そうなんだ。まあ最初の方は考えて、敵を見やすいように少し。ボスやな。ね、ボス。みんな帰りすぎ。これもうスキルぶっぱしてみたら。やっつけるじゃん。よし、みんな溜まってるよ。じゃあスキル使っちゃおうかな。でどんどんコンボしてって。ね。多分最後の方はすごいよ。スキル動く。ほら、ダメージやばいな。これで倒せるんじゃん。おら、超強いもん。これ星5だもん。わ、強い。あ、終わった倒した。イエイ、大勝利。こんな感じだね。はい、ね、すごいよね、その戦略性とか、うん、で、クエストをクリアすると、あ、ね、まあもちろんランクが上がりつつも、各キャラクターのね、うん、レベルの経験値も増えてレベル上がったりするんだよね。とレベルの上げ方が、うん、ユニットでまた各キャラで強化とかできたりするけど、その普通にストーリー進んでもレベルを上げることができる。なんかこのゲームね、なんか他のアプリとかと全然違う感じするのが、やっぱお金使って強化するんだよ。お金っていうかユニっていう。そう。なんか違うよね。その他のスマホとかじゃなくて、うん、普通にお金のみで強化しちゃう。だからお金もこのユニっていうね、まあ、ゴールドみたいなものなんだけど、これもね、クエストを終わらせるたびにもらえるから。結構でも後半お金かかるんだよ。そうだ、ね、やっぱね、お金かかるんだよ。金かかる子なっちゃったね。そう。よし、レベルマックス70だったっけな。さあ結構強くなった。で、ここに今このキャラクターはないんだけどさ、はい、キャラクターごとにさ、英雄クエストっていうのがあって。ああ、るね。そう、キャラクターを掘り下げる個別のストーリーが。そうストーリーがあって。そのストーリー性がね、うん、すごい深い。かなり面白いよね、メインストーリーも。本当に RPG みたいな、もう見てて飽きないところがいいですよね。
あとはまあ普通に週替わりイベントとか。そう、そこもね、毎週変わって、うん、で、あとは何、ギルド、ギルドバトル、うん、まあギルド僕入らせていただいてますけど、モブのギルドに、ね、そう、見てこれ、ダランズってかっこよくない？いや、全然意味がわからない。もうちょいセンスあったでしょ。でも、なんかもうレオ君に追いついてきたよ。いや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 、ほら、ランク近いな。ほんまか。あ、しかもセントリーこれ負けとるよ。え、ほんとじゃん。え、ちょ待って、何、ちょユニット見せてよ、パーティー。いいよ。あ、星4、星5が2人の、うん、星4が2人、2人、あ、うん、なるほどね、なるほど。レオ君は、え、俺星5、2人の星4、1人かな、うん、あー、そう、なるほど。まあ、星4まだ他にもいっぱいいるけどね。マジかよ。お前、ほんとガチューン。いいな、そういうとこ。なんなん、もう怒るよ、な、怒るよ、うん、星3だもんね、最初。ぶっ飛ばすぞ。まあ、ギルドはあれですよ、うん、あのギルド入るとなんか最初いろいろもらえたりするんですよね。あとはあれなんかパーティーのヒットポイントが上がったりとか、そうそうそう、まあ、ここに丸競技をするとみんながとりあえず上がるんだよね、確か。そう、ギルドに入ってる人たち全員に恩恵を求める、うん、だからギルド入ってた方がいいよね、これって絶対。そうだね、フレンドとか、うん、まあ、友達で最大今20人とか入れたのかな、うん、な、友達と集まってね、やっていけばどんどん強くなっていくんじゃないかなって感じ。そう、最初はすごい大事、うん、これね。ダンジョン進みたいときはもう自分のステータスをギルド入れば勝手にステータス上がるんで、うん、ガンガントークばっかしてるけどさ、まあ、でも分かるよ、このゲーム、このゲーム俺すげえ好きなとこがさ、ね、うん、自分もたまた置かせてもらったけど、ね、語るね、語らせていただきたいんだけど、やっぱなんかボスいるじゃん、すげえボスいますね、をテクニックでやっつける。あ、そうだね、うん、その一筋縄じゃいかないよね。そう、だからなんだろう、例えば敵が攻撃モーション入った時にキャラクターのスキルを発動すると、あ、分かる分かる分かる、敵の攻撃がストップしてこっちの技がでダメージが入って敵の行動が最初からになるんだよね。そうそうそう、だからそれで敵がまた振りかぶった他のキャラクターでスキル発動させるとか。なんかね、タイミングとかもね、ちょっと腕の見せ所で敵倒せたり倒せなかったりがあるから、で敵の行動範囲、攻撃範囲か、攻撃範囲をキャラクターユニットで避けさせてなんか、うまいこと立ち回って倒したりとか。そう、キャラの立ち位置もね、そう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 、そのパーティー全員を動かせるから、うん、すっごいね、その戦略というか、後半になったらもっとシビアになってくると思う、これは。確かにね、あ、やばい、これ、語っちゃう。ちょっとやばいね、これ終わんなくなっちゃう。終わんなくなっちゃう。とりあえず締めようか。はい、はい、ということで、今回は星のリベリーをプレイさせていただきました。はい、ね、いや、レオくん、すごい声面白かったね。もう一回やる。もう一回、もう最後お前やってみろよ。ちょっとそれ気になるな。聞きたい人もいるよ。ほら、これみんな聞きたいよ。最後はタイトルコールで締めるべきじゃない？締めちゃった。締めちゃうでしょ。星のリベリオン。なんかあれだね。何？三音ぐらい上がった感じ。ただですね、声高いのに。もうちょいあれだね、ボイスチェンジャー使ってみたいな。本当に？もう治った？治ってない。治ってないの？最後二人で。終わろうか。星のリベリオン。